それでは早速ですが、島田の方からタフブックの新製品コンセプトについて説明させていただきます。皆さんこんにちは。それではタフブックの、新製品コンセプトにつきまして、私島田の方から説明させていただきます。まずはパナソニックのモバイル PC 事業につきまして、簡単に説明させていただきます。我々はこのモバイルということに徹底的にこだわっております。モバイルという考え方っていうのは、軽くて持ち運べるという考え方と、頑丈で壊れないという、こういう2つの考え方があります。で、我々は軽くて持ち運べるということで、ビジネスモバイル、レッツノート、こういうブランドのもの、もう一つは頑丈で安心して屋外で使えるフィールドモバイル、タフブック、この2つのコンセプトのモバイル PC の事業を推進してまいりました。で、本日はこちらのフィールドモバイルタフブックシリーズの新しい新商品につきまして、紹介させていただきます。では新商品の紹介に先立ちまして、まず我々の PC 事業の立ち位置について簡単に説明させていただきます。私どもは1996年に初代のタフブック CF25 シリーズを商品化いたしました。以来一貫してこの頑丈さにこだわり続けまして、 CF28 シリーズ、29シリーズ、30シリーズ、こういった形で頑丈なパソコンを作り続けてまいりました。で、おかげさまをもちまして、2002年から今日まで8年間この堅牢なモバイル PC のシェアでは全世界のシェアでナンバーワンをキープいたしております。さらに昨年度は、全世界でのシェアも 63% にまで上ることができました。ではついに具体的にこのタフブック、どういったお客様にご納入をいただいているかということを説明させていただきます。これほんの一部なんですけども、全世界のお客様で営業支援の現場、自動車の検査端末として、あるいは運輸物流の現場、公共の現場、ユーティリティの現場、こういったところで活用いただいております。皆さんご存知の、例えば自動車で言えばボルボ様、アーデアーゼ様、それからメルセデス・ベンツ、アーマーゲー様といった、過酷な自動車のテスト環境もそういったところでもお使いいただいております。またユーティリティ関係でもブリティッシュガス様、ドイツテレコム様、ジョージアパワー様、こういった世界の大企業の皆様がフィールドのメンテナンス、こういった第一線でタフブックをご活用いただいております。では次に、じゃあモバイル PC って何にこだわっているのかっていうことなんですけども、我々はお客様がモバイルを快適、モバイルで快適に使っていただく性能としまして、この7つを考えております。堅牢性、軽量、長時間、屋外視認性、セキュリティ、放熱ワイヤレス、この7つに加えまして、今回はさらに高性能、この7つに加えて高性能に進化しようと考えました。で、中でも今回高性能に進化するんですけども、堅牢性も、IP65 ということで、これは防水防塵の基準な、世界的な基準なんですけども、防塵基準でいうと、最高ランクの IP6 を初めて達成することができました。つまり密閉性を高めたわけなんですけども、一方では高性能な CPU を放熱するということで、この相反する、課題を同時に実現することに成功いたしました。それでは今回新しいタフブック2機種、この CF31、CF19 シリーズを紹介させていただきます。どうぞ。標準電圧板の高性能な CPU を搭載しながら、堅牢性をアップいたしました。この辺の、CF31 を担当しています亀岡です。それでは私の方から商品説明をさせていただきます。今日ご紹介するのは11月18日発売の CF31と、9月3日発売予定の、CF19、 この2点についてご説明いたします。まずは CF31 から説明します。 CF31 の強化のポイントといたしましては、すみません、パナソニック独自の開発で防滴ファンを搭載し、タフ設計と高性能を同時に実現いたしました。この
タフ設計というのは、防塵防滴の等級である IP65 を実現したという点、そして落下高さ120センチから試験を実施したという点です。鉄鋼性能に関しては、スタンダードボルテージ標準電圧の CPU を搭載いたしました。そして屋外視認性を向上させワイヤレスを強化いたしました。従来より、処理能力と頑丈設計の両立は非常に困難でした。タフブックの場合は、今まではファンレス設計ということで、丈夫であったんですけども、なかなかCPU の方はそこそこのものを利用しておりました。ところが最近の高性能 CPU には、熱対策が不可欠になってきており、これを対策しようとすると、丈夫さは低下いたしました。そこで今回、丈夫さを損なわない、新しい防滴ファンを搭載いたしまして、高性能と、丈夫さを両立いたしました。で今回このファンを搭載してさらにですね、従来のファンレスモデルよりも優れた丈夫な性能を実現いたしております。このタフと性能の両立のポイントといたしまして、まずはそのファンの開発ということについて説明いたします。この図はファンの構造の図なんですけども、これはファンの、回転部分で、このエリアはここに相当し、ここはそのファンの心臓部に水やほこりが入らないような迷路状の構造をとっております。でさらにですね、この心臓部に関してはアルミダイキャストボディを採用して丈夫なファンということを、いたしました。従来の冷却ファンをモデル化いたしますと、このようなシンプルな構造で水が入り、中心部のモーターに入るとファンは停止いたします。しかしながら、新開発の防滴ファンは、このようなモデル化で、先ほどご説明いたしました迷路状の構造に加え、防水リングを取り付けることによって中には完全に水が入らないような構造になっております。したがって水が入っても、入らずに、ファンの動作が継続いたします。続きまして、ファンのデモを、映像によってご覧いただきます。まずはその泥水ですね。泥水がファンに入った場合、ご覧のようにファンは止まらずに回り続けております。続きまして、粉塵がファンに積もった場合、この場合も、ファンが停止せずに動き続けます。はい。続きまして、ファンの冷却構造についてご説明いたします。一般的な PC の、冷却ファンというのは、このセットの中に空気を入れて温かい空気を外に出すことによって放熱を行っております。しかし、今回 CF31 は、基板上の CPU が発熱いたしますと、この熱をヒートパリップによってファンの場所まで収熱し、このファンのところで冷却すると。でさらにですね、この赤い部分で囲まれた内部、ここは電気回路や部品が入っており、ここはある意味密閉構造をとっております。したがってこの赤い部分の中には水が入らない構造になっております。ここでですね、皆様にちょっと面白いデモをお見せしたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、この31番の防水ではないんですけども、短時間なら水没も可能ということで、一応保証はしておりませんが、密閉構造は、CF31 は、120センチの落下試験を実施しております。でいろいろ工夫しているんですが、その中で2点例を挙げてご説明いたします。まず1点目は、ハードディスクの例なんですけども、CF31 は全体はそのマグネシウム合金で覆われた筐体を持っているんですけれども、その中にさらに、緩衝材で包まれた、ハードディスクがこのようにパック化されて入っております。これは今まで、のタフブックの継承をしておりまして、今回はさらに最適化を行ってより強化をしております。さらにですね、レッツノートの軽量化でおなじみの、ノウハウを活用いたしまして、キャビの、肉厚の美しさたり、また、キャビに穴を開けたりして、軽量化を行っております。全モデルの CF30 に比べて、セットの厚さは4ミリと厚くなっているんですけども、重量の方は約 200g 軽量化に成功しています。まあ、これによって重力加速度も小さくなることによって落下衝撃を緩和しております。CF31 は、インテルの、最新プラットフォーム Core i5 の標準電圧の CPU を搭載しており、動作周波数は 2.4 ギガで動いております。そして、ターボブースト利用時は最大 2.93 ギガヘルツです。そして、インテルの V プロテクノロジーに対応いたしておりまして、ハードウェアレベルでのセキュリティを強化しております。さらに、盗難防止対策ということで、インテルのアンチセプトテクノロジーにも対応しております。CF31 の液晶は、新開発の LED バックライトシステムを採用しており、ミニマム2カンデラからマックス1100カンデラの、起動のセットが可能です。したがって、晴天時の太陽効果での作業から、暗いところでは船室や車内での作業にも対応しており、幅広いシーンで活躍が可能です。で、ここに挙げている例で言いますと、アメリカの警察の例 で、パトカーで見張りをするときに、この2カンデラというのは、非常に暗い状態ですので、相手に見つからないというようなことで評価をいただいています。続きまして CF31 のワイヤレスは、用途に合わせた高速ワイヤ通信が可能です。パナソニック独自開発の高感度アンテナ内蔵で、このフォルムの中にですね、アンテナを全部内蔵しております。突起部分はありません。アンテナの、ワイヤレスの種類といたしましては、 NTT ドコモさんの、フォームハイスピードに対応しております。また、ワイヤレス LAN はインテルの最新モジュールを搭載しております。 Bluetooth はクラス1に対応しております。この3つのワイヤレスが標準搭載で、提供します。続きまして CF19 について説明いたします。 CF19 の強化のポイントといたしましては、タフ設計高性能、こちらの方は、ファンレス設計で実現しております。で、従来よりのコンバーチブル、そして屋外視認性の強化、ワイヤレスの、強化ということをいたしました。CF19 は、インテルのこちらの方は超低電圧の CPU で、動作周波数は 1.2GHz、ターボブースト時は 2GHz です。そして CF31 同様、V プロあるいはアンチセプトテクノロジーに対応しております。そして CF19 の方は IP65 の設計と、落下の方は90センチの落下をテストしております。
以上で、商品説明を終わらせていただきます。